肉媒は、ハエ木、肉媒家に属するハエの総称。ほとんどの種の胸部聖板に、縦島があることから、イエバ媒のようにイエバ媒科で縦島を持つハエと、間違えやすい昆虫だが、イエバ媒より幾分大型で、またイエバ媒家や、宿媒家の縦島を持つ者の,の島が大抵偶数の4本であるのに対し、肉媒の島は、奇数の3本であることから、慣れれば、一目で、区別できる。 肉エカには、宿り肉媒赤と肉媒赤の2赤があり、これらには約100属が含まれる。肉媒は同じハエ科目に属し、黒エ類や金エ類のように、肉媒によく似た、死肉食性の種が多い黒エ家にかなり近縁で、同じ羊エ上下に属する。一般的に、肉媒の成虫は、卵体制で、孵化寸前の幼虫の入った卵を、動物の死体に産み付け、 すぐさま孵化した幼虫はそこで発育する。幼虫は典型的なウジで肉の中で5から10日過ごし、その5度に潜り、成虫になる。成虫になってからの寿命は多くの場合1ヶ月余りと考えられるが、成虫越冬する種などではずっと長くなる。肉前のウジには同所的に見られる。他の幼虫を捕食したり捕殺するものが知られているが、 これは捕食される側の幼虫が小さくて競争者になった時が多いようである。肉ばえの幼虫には、クロバエカの幼虫と同様、様々な無脊椎動物の捕食寄生者となるものも多い。例えば霞肉バえ類はバッタに寄生する。甲虫、陸外、臨死目の幼虫といった大型無脊椎動物を食べて育つものもある。日本産のものでは、草肉バえが、 茨城県の松枯葉の幼虫によく寄生していることが報告されている。これらは生物学的防除に有用であると考えられている。最近、マングローブに生息する小型の巻貝類に非常に高頻度に寄生し、個体群動体に大きな影響を与えている種も報告されている。また、南米産の種の中には、亀の卵に捕食寄生する種さえ知られている。肉貝類は幼虫。 生虫のいずれも蒸気のように死肉や生きた動物組織のような動物質を食べるものが多く、かなり腐敗の進んだ状態を好むが、冷たくなってすらない死体を好む種もいる。また、他にも動物の糞のような腐敗した排泄物を食べるものも知られている。例えば組取式便所のベンチは、センチ肉バえなどの後発生地であり、センチ肉バえのようにこうした環境に深く依存してきた。 種の中には、便所の水泉化が進んだ地域で著しく減少しているものも知られている。このため、肉梅類の種の多くは、病原菌を媒介する衛生害虫となっている。また、粉食性の種の中には、極めて強食性のものもあり、中南米のヘリコニアや、クズウコン科のカラテア属などの茎の先端の、まだ開いていない、ロート状の葉の筒を毎日日替わりでねぐらにする。 スイツキコウモリカサイロプターデイの一種、スピックス,スイツキコウモリサイロプターアートライカラーが昼の休息時に排泄した糞のみを発生源にしている肉映えサーコファシュアプシスサイロプタランサスが知られている。肉映えの生活史は予測可能である。このことを用いて一体上の肉映えは警察の捜査に用いられる。肉映えは膨張するまで腐敗の進んだ人や 動物の死体に幼虫を好んで産みつける。包囲昆虫学者は、肉ばえが食べている死体がいつ死んだかを決定するために、老熟幼虫を採集して死んだ可能性の最も、早い日付を逆算して推定するのである。そうやって、おおよその死亡日時がわかる。このことは、包囲昆虫学者が、遺体の条件と一致する人物が、死亡日時近辺で失踪していたかどうか確かめることができるので、 その遺体の身元が誰かを決定するのに有効である。特定の昆虫は特定の状態の死体を好む。あるものはかなり分解の進んだ死体、さらには乾燥した死体ですら好む。このことによって、包囲昆虫学者の死亡日時推定が可能になる。すべての昆虫の生活史は予測可能なので、実際包囲昆虫学者は、 すべての異なるタイプの昆虫の平均例を逆算して死亡推定日時を得ているのである。肉映えの幼虫は刺し、またはサバムシという商品名で釣り用の餌として使われることもあり、衛生管理下で養殖も行われている。ヤブガラシの蜜を舐める波肉映え以下に日本産肉映え箇所を外観できるようリストを掲げた。しかし、本家の分類は時代や研究者などによって、 しばしば異なり、赤の分け方では、4赤に分ける考え方や二赤しか認めない、考え方などがある。俗の扱いについてはさらに手術の立場があり、一例を挙げるなら、シリアカニクバエなどが属するパラサーカファガを、独立の俗として扱う場合もあれば、サーカファが族のア族とする場合もある。このような研究者や文献館での食い違いは、一般のものには不便なものであり、 将来的には、一致を見るべきだが、それぞれに根拠があっての不一致であると理解すべきである。マルタグラミニーパロマークリニシャイニーサーカファガイニー。センチニクバエの、センチは、ベンジョーサス。5、セッチンがなまったもので、排泄物を食する性質に由来している。パペ、ディークマン、ディーナ、ボンホフ、スミス、マートン、エーニュースピーシーズオブサーコファシアプシスホールリビングイン、ルッソッツオブスピックス。 SDISC, Windbat Cyropter Tri-Color Spicks In, Costa Rica.Journal of Natural History 36,991から 998,http:/www.tandfonline.com/.doy/.abs/.10.1080/.00222930110062291。ありがとうございます。